タイガー君とピグ君の高千穂ってどんな町？どんな町？ガオーブイー。あーお腹空いたな。タイガー君今日どこかいいとこ連れて行ってくれるんだったよね。どこ？いいところだよ。早く乗って乗って、ごちそうするから。はい、了解。あー大学君腹ペコだよ。まだ着かないの？もう着いたよ。おお、どこ？ここが道の駅杉原神の里高だよ。おお、楽しみだな。あー腹減った。大学君早く行くよ。早く降りてきてよ。行くよ。ちょっと待ってよピゴ君。早く。もう行くからそんな慌てないでよ。じゃあ行こう。はい。お、タイガー君ここ？そうだよ、ここが道の駅だよ。おお、早速ランチ食べに行こう。お、楽しみ、行こう行こう。ピー君ここだよ、ここ。シャルマン、シャルマン。そこが美味しいものあるの？そうだよ。わーい、僕先行ってまーす。あー、ここかな、食べるとこは。いらっしゃいませ。あ、じゃあどちらさんですか？ここの方ですか？新越町の吉岡と言います。お、新越町の吉岡さん。はい、はい、ここが美味しいランチあるんですか？はい。おすすめのランチ何ですか？当店シャルマン、レストランシャルマンって言うんですけど、はあ、当店のおすすめはシャルマン定食。おお、そのままですね。そのじゃあお邪魔させてもらいますね。はい、はい、行くよタイガー君。タイガー君行くよ。お待たせしました。来た来た。これがシャルマン定食ですか？はい、こちらシャルマン定食です。うわいいですね。美味しそうですね。そして駅長、このシャルマン定食の特徴とか何かありますか？はい、こちらのシャルマン定食はですね、この真ん中のメインの地鶏焼きっていうのがありまして、こちらは播州100日鶏を使った 180g を超える、なかなかのボリュームのねステーキになってるんですが、ポン酢であっさりいただけるので、お子様からお年寄りまで大変人気のメニューとなっております。 ありがとうございます。そしていただきたいと思います。はい、ぜひ。はい、大学君楽しみだね。いただこうか。じゃあいただきます。いやー、タイガー君美味しかったね。美味しかったね。腹いっぱい。うわ、綺麗にさらえてるね。お腹いっぱいだよ。おー、じゃあ会計に行こうか。会計に行こう。そして駅長、会計いくらですか？はい、ありがとうございます。お二つで2600円でございます。2600円。ピー君、お金。僕が出すの？はい、これでお願いします。ありがとうございます。もうお釣りはいらないですから。え、お釣りいらないって僕の金だよ。 あ、そうだ、駅長どっかで見たことある思ったら、友人とシェアハウスされてる番組に出てた吉岡さんですか？あ、そうです。おお、どうですか高千穂移住されて。高千穂とっても住みやすくていいところだなというふうに思ってます。この道の駅も国道沿いにありますんで、皆さん高千穂に立ち寄った際はぜひお越しください。はい、ありがとうございました。じゃあ太陽君帰ろうか。帰ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。うー、シャルマン定食いいとこだな。俺もちょっと案内してもらおうかな。駅長、はい、俺にもちょっと紹介してほしいな。なんか売店とかあるのか？はい、中に特産品が売ってます。おー、いいな、ちょっと案内してくれ。こちらどうぞ。こちらがおすすめの金光米です。お、これか駅長、金光米。どうおすすめなんだこれ。こちらの、お米なんですけど、伊勢神宮に奉納させてもらってて、ここでしか買えないブランド米になりますんで、まだ食べたことない方はぜひお越しいただいて試してみてください。お、じゃあこれわし奥さんに買って帰るわの。ありがとうございます、他にも、おすすめしたい商品ありますのでご紹介していきたいと思います。と、先ほどご購入いただいた
お米と合わせて買っていただきたいのがこちらの鶏飯の具、それからこちらのコッコカレーになります。おお、いいじゃないか、うまそうだな、うん、こちらですね、いずれも先ほどお召し上がりいただいた播州百日鶏を使用していて、鶏の旨味がギュッと詰まった美味しい商品になってますんで、ぜひお米と一緒に試してみてください。じゃあブラック将軍、わしも買って帰るわの、うん、ありがとうございます。この他にもたくさんおすすめの特産品販売しておりますので、ぜひお越しに来て全部見ていってください。